はい、いいいのかばきです。す。よろししくお願いしますあ、<laughs> そっち,見ちょっとねっとあの i k の仕様とかね変更が、まあ、先週アバター3.0のアップデートがあったせいでちょっとね我々のこの椅子に対する高さがちょっとだいぶ変わっちゃってて。<laughs> さっきまで 私があの椅子に座ってももう前が全く見えないみたいな状態になってたんですけど今でちょっと直ったんですが A さんが直してくれたんですけどなんかやっぱ視点とかが変わってるのかあ,のあそこの画面がちょうどミキサー扉に引っかかって見えない,いなじゃあもうちょっと上やったんねいやなんだろうねなんか視点のこ,こっちは結構普通に見えるんですけどねあそうな、ねうん、まあ次はちょもうちょっと高めにしといてあのミキサーは絶対動いてないから多分そっちの椅子しか当たっとそうそうしかないから。 また来週、来週までに、まあ、終わり次第直しときます。そうですよね、で、ちょうど話す、まあそうですね、アバターとかが結構、VR チャットまた新しくなったりして、アバターのシステムとかが、うん、そうですねあの、一部の界隈で、阿ビ共感の <laughs>、ダンス界隈で阿ビ共感という <laughs>、でもまあ、みんなねあの、恩恵もあれば、恩恵もあれば、そういうこともあのデメあの、メリットか、メリットがあれば、デメリットあるということで、それぞれみんな喜んだり、あ一喜一憂かな、したりしてるんで。 ままあ、まあおいおいみんなそれに対する改変とか忙しくなっていくんちゃうかなと思いますねいや<ー> <laughs> しかし昨日酒飲みすぎたね <laughs> <laughs> そうそう結構あのそうそうか先週お休みだったんですよねそうそう先週そう先週ちょっとあの都合がありましてあの一回お休みさせていただいたんですけど私の仕事の急な都合でお休みになってしまったんですが先週何してました そうですね、<laughs> そう結構結 <laughs> 結構あ結構あ本当に計さんと会わなかったんですよね、そ、まあ、私は、まあ、VR チャットに来れないんで、あのお休みしてたんで、うんで結構お互い、圭さ,さんもまずいろいろやってて、うん私は,あそう私はそう VR チャットに来れないから、結構こお休みの時間の話は結構ないんですよね。<laughs> <ー> 黙々と仕事をしてましたいお疲れ様ですこの顔になって,ってうん俺は VR チャットまあはいまあャット入ってましたけどそれも多分曲を作ったりもしてたんで予定外の曲も作ったしね,ね予定どおりの曲も作ったし <laughs> 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 まあいろいろやってましたけどむ <laughs> しろ結構あの前回お話できればよかったのは前回があの聖火音祭り終わった直後のはずだったんですね本当は <laughs> そう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 で聖火音祭りねちょっといろいろ 見どころ満載で面白かったですねっていう話をしようかなと思ったんですけど、ちょっと1週間延ばしちゃったんで、時期的にはちょっと外れちゃったんですけど、まあ、それでもね、あの聖火音祭りは派手なもんやったんで、まだまだ話しても、ね、余韻は残ってるかなっていう感じで <laughs> そう。結構ね、でも、そう、ちょっと、もっとなんか聖火と祭りの話できるかなと思ったら、結構あれやっぱ混んでるんで、あの僕、あの、出演に精いっぱいでほとんど見れなかったんですよ、実は。 あ配信とかでちょっと見たかなぐらいあの1日3日目はもう逆にもう完全にあの何でしたっけ前売り券っていうか前売,り売ってるわけじゃないけど <laughs> あの、うん、あの先行予約予約というかあの整理券というかねそうですねもう完全に入れる人決まっちゃってたんでで逆に配信で見れますよって形だったんでそれは見てたんですけど 2>,、うん、2日目のステージとかはねさすがにちょっと逆にそれ自由入場ではあるんですけど逆に <laughs> 自由入場なので。 もう完全に早いもいがちになっちゃうのでうんだから2日目はどっちかというと、ね、あちこち行ってたのは俺の方でそうですよねそう,そう,そう。初っ端にあのにがくんのにが思いくんのライブにちょっと見させてもうてあれはアウェイクやったんかなアウェイクを見させてもうてでその後にそ,うそ,うその後にすぐ移動してあ,<ん>あの雪畑、うん、さんのステージをちょっと見させてもうてでそのまあそれで FH さんとかあのディズさんとかいろいろその関係でそのもうずっといたからそこにそうですねそ,そのあとはリフレインリフレインそうリフレインにずっといたので、うん、ずっとそのまま見てた、ね、見ててそのままラップ勢に移るみたいな感じであのヒップホップ勢に移るかなって感じで激励さんもね実はね今黒内さん来てくれてるみたいで <laughs> <laughs> えっ <laughs> 来てくれてる来てくれてますねやーマンって書いてるんでッチって書いてるんで間違いかこのこの この言葉と名前は、まちゃクロスさんですね。クロさん、こんばんは。山です。あと、えー、明石さん、こんばんは。今、くうさん、こんばんは。失礼する <laughs>、うん。あ、やばい、俺、エフケ切ってない。は <laughs> い、ごめなさい。番組中に突然の、突然のは早死。<あ> <laughs> あちょっとやばいえ、まあ、なんかちょっとね、アバター、<laughs> その新しいアバターシステム、私は結構楽しんじゃってるんで、なんか <laughs>、いろいろやってるんで、それ理解すればね、ねだいぶ面白いことをいろいろできるみたいな、ね。そう、これあの、いわゆる人、座禅になるところなんか、そう、最近、大ヒブームの座禅です。座禅、みんな損しになれるという噂の <laughs>、うん。座禅のやつをね、あ、今切りました。はい大丈夫です。<laughs> あ、あれ、あ,れあれ、そうか、オンオフあるんか、あれはあ、あののそうオンオフあるんですよ。あ、そうか、そうか。

なよんしんになる病気みたいになってるけど。<laughs> そうですね、突発よし症候群。まあそんなね、ちょっとよしを交えながら、ちょっとね、ちょっと最初のすばせはちょっとバタバタしてました。ちょっと1、2歩、ね、遅れましたけど申し訳ないです。まあね、ちょっとそんなことも、えー、あの謝りつつも、今週もね、頑張ってやっていきましょう。ウィズケと、かばきの、脱砲パンチライン。 改めましてラッパーの水系ですはいえー、と DJ のですこの番組は 1MC1DJ の二人による VR や音楽関係の話題に多少のヒップホップ要素を加えてお送りする合法型エンターテインメント番組となっておりますはいそしてこの番組は生配信ですのでお便りを募集しております番組を聞いてのわれわれの感想や質問意見とそして今週のお題である漫画漫画をお待ちしております 応募するには放送画面の下にあるプロフィールの右側に質問箱のリンクがありますのでそちらをご利用ください読み上げた方は今週のクリストツイートにお名前を載せますのでラジオネームお忘れなくということでいやー、えー、なんかねちょっと <laughs> ちょっとなんか久しぶりあそう石間は普通に週間ぶりってのもありますけど。 なんかそういろいろちょっとバたバたしちゃったまって緊張しちゃいましたね、なんか、ね <laughs> <laughs> あ、なんかどういうふうにやってたっけみたいな感じでした、ね、<laughs> まあまあ、でも、乗ったらね、案外、まあいつも結構、何回もやってきてるから、多少,多少そ,う、ね、そう、やっぱ,やっぱね、貝を増すとね、なでる、人間はなでてくる。<laughs> <laughs> よかった本当ねちょっとドタバタしてる理由の一つがね俺がね時間を忘れてたっていう、ね、あそうだそうだそうだ <laughs> それも忘れてたっていうそうなんですよ今日紹介する予定だった本を読み直してたら夢中になっちゃってそれかよそう <laughs> 別に何か理由があったわけでもただただ俺が漫画読んでたってだけで遅刻になったって <laughs> <laughs> そう一応このそうなんか始まる前1時間ぐらい前に集まってるんですけどケイさん来ねえなと思って <laughs>。 めっちゃ1ララ回なんか寝過ごすってことがあったんですけどでももうどうしようもないしなと思ってもょくくしながらぶらぶらしてたんですけどね <laughs> いやおっともし、まあ、まあでも、あのー、<laughs> あれマジ危なかったなぜかあ九時から始まるなと思いながら思いながら8時半でを漫画読もうとしてて時間よく見て <laughs> 待ってよ打ち合わせって八時かっちゃうから <laughs> <laughs> やばい <laughs> すごい目もめっちゃもう人生で久々にあんな真顔になった、何の何の感情もない顔になってるし、<laughs> <laughs> それは確かにちょってやばいよ。あでもね、<laughs> そう結構だからその先週ぶりぐらいだ、それ1週間ぶりだったんですけど、昨日だからその久しぶりに会って、うん、一応昨日その前日打ち合わせをして、うん、でなんかその後 K さんの、とまあ僕も共通の知り合いののルイさんという人のところに。 なんか飲みがあるからじゃあなんかつけようかと思って結局朝までやってたんでなんかもうねもう十分喋ったみたいなちょっとさっきはねそうなんかもう二週間ぐらいあったんで寂しいなぐらいで思ってたけ計算と結局前日の打ち合わせはね喋るんですよ俺めちゃめちゃ喋りますからぶっ壊れちゃったね昨日も言ったけどねあの打ちあ打ち合わせ <laughs> あもう完全にもう、よし <laughs> になる人なんで、今日はは <laughs>。おもむろにスーってよしに入るのやめてくれ、めっちゃおもむろ。ほ、ね、他のだと知らんけど、あのオキュラスって、あれなんですよね、うん、あのこのバーチャルデスクトップって、あのパソコンの画面を開くたびに一応、AFK になっちゃうんで、<laughs> もうすごい面白いな、ちょっと今、画面見てるけど。<laughs> <laughs> AFK になりながらよしをしながら言い訳をする人何これなんかラジオ中に突然よし始め相棒とか怖くて知らないんやけど <laughs> うん。今日もこういう病気だと思ってください <laughs> しかもね頭の帽子さつ込まんかったけどヘルメットっぽくなってないあそうですねこれねあのね今日僕のツイッターを見た人は知ってると思うんですけどなんかあの永明、うん、建設さんっていうあのアーティストの方がいらっしゃってすごいな前や あそんな名,前なんか、ね、名前のとりっていうのもあるんですけどあの、うん、アーメンアーメンブレイクを使ったあれなんですよあの音楽をなぜかの建設会社っていう体で発表しているっていう <laughs> 結構かでも割とやっぱ作る曲すごいかっこいいんでん割と知る界隈では有名なアーティストなんですけどんでなんかちょっとね実はちょっとまあ意外リ,リアルで知り合いの知り合いっていうかなんかあのちょっと前にその界隈で集まった時に。 飲んでああまあちょっと VR チャットに興味があるアーティストみたいな感じで集まってはいはいはいでちょっとねそのお話を交換したんでで今日なんかフラットなんかねいやこの A 面建設のヘルメット実際あるんですけどうん、うん、これ誰か VR で作ってるんねかなみたいなこと言ってたんで、うん、<laughs> あじゃあ俺ちょっと軽く作ってみますって言って <laughs> 作ってきたすごい人来てねあじゃあそのロゴも,そロゴもあそうですねロゴをいただいて作りましたえー <laughs> でついでに乗ってこのよしポーズを仕込んだせいで大変なことになってしまったというねあのちょっとお依頼されたら3本線ぐらいしとかんど <laughs> 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 線入れまくって勝手にしゃってなんか課長が課長が課長ぐらいクラスにあげときましょうね <laughs> もういくもうダメだもう2週間分だからちょっと一瞬間が空くわ <laughs> そうですね <laughs> あとね,あとね昨日だいぶ話した上に <laughs> 俺があの朝,のえ朝7時かな7時ぐらい多分飲んでたんですよ そうです結局そう、僕4時、仕事があるんで4時ぐらいに切り上げたっていうのもあるんですけど、K <laughs> <laughs> さんまだ、結局、あ飲んでたのは朝、朝9時。うん、そういうの、多分多分,多分記憶のあるうちでは7時ぐらいだったと思うんやけどね。いやー、でもやっぱ VR 飲み楽しいですからね、うん、本当になんか。そうですね、いろんな俺もなんかちょっと、割とすぐ帰るつもりだったんですけど、うん、全然て。そう、ガッツリ、ガッツリと言ってしまった。ガッツリって、ガッツリ話したもんね。 屍がどんどん増えていくしみんな眠たくてそう結構なんでしたっけその代表の方主催の方が寝るまでの飲み会行って来てたんで結構すぐ終わるのかと思ってたんですよ俺はそう <laughs> 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 あなんかそれお酒弱い人がいるのかなと思ったら全然そういうことじゃないってい <laughs> <laughs> 逆にもう終わらないっていうでなかなか単なる特にそれ以外目的とかもないただの飲みだったんですけどやっぱこういうのいいなと思いましたね 楽しね、別れてるんですけど結構僕あの音楽とかのイベントでなんかとりあえずイベント行こうってなっちゃうんで、うん、なんかあんまりねそういうなんか普通のイベントに <laughs> 集まりに顔を出さないんでああでもありい,はでいやでもでも朝まで朝まで起きてしかばねって言ったけどあの <laughs> K2 ハウスの時のやつも大概やったよかばやんのかばやんとねかまいさんでねケー2ハウスやったのよねあの,音祭,のそう音祭りのちょっとアフターで。 <laughs> そ,うそ,うその話もありました、ねまあほんとイベント自体はすごいストイックにあの聖火音祭りが終わった後朝までオールナイトイベントというか、まあ、普通の僕と鴨居君の2人で割とね,ずっと,ねずっとハウスとテクノを朝5時ぐらいまでやるっていう <laughs> だけのイベントにしたんですけどうん、うん、やっぱねなんかちょうど喜んでくれた人たちも結構やっぱそのクラブの雰囲気が好きな人が集まってくれて。 やっぱね、オールナイトってこうだよねって感じもうみんな <laughs> とりあえず朝までやってるけど <laughs> もう朝はもう,もう疲れて寝てる人とか。 半死半生になってる人しかいや俺ほんま衝撃やったんが朝5時ぐらいやったよね確か朝5時前ぐらいかなみんなもう眠たくてもうその辺の,あのインスタンスの端っこに倒れとるんですよアパターとか <laughs> みんなでこうなってんのみんなこうなってて <laughs> それを見たあのかばやんがめっちゃにっこってした表情のまま「うへへ僕はこれが見たかったんですよおはようございます」ってなんか写真撮っててめっちゃ面白いうなんかそのほっとくのもなんだなと思って「おはようございます」 <laughs> めっちゃ面白かったマジで怖かったもんさああれ朝5時ちょうどなんか時間とかもちょっとあ朝朝んか時間とかも行った方がいいかなと思って <laughs> 朝5時ですとか言ってたら <laughs> なんか配信で見てた人からあ,ありがとうございますみたいなこと書いて,あ,て <laughs> ありがとうございます <laughs> いやみんな結構見てると時間を忘れるんだな <laughs> 時報かな時報助かるかな、うん、あ,あといろんな人がまたちょっと増えてるんで、うん、えっと朝霧きねさんよしできて,てますねどうもこんばんはそしてペプシの子さんもこんばんは あとえー、あ、ジャンボビッグボンバー。あ、これジャ,ンジャスコさん、ジャスコちゃんスすね。八時、こんばんは。そして8時ちょいすぎに VRC 落ちしてたね。あ、そうな俺、俺,俺、そんな時間まで起きてた。マジで。昨日の,のみですね。マジか。<laughs> そんな時間まで起きてたのか。なんかちょくちょくね、変わるがある。あの、ごえね、あの、ごえん玉くんとちょっと話しながら、音楽聴きながら、ちょっと話してたんだけど。ね、なんか、切り替え立ち替わり、一人や二人、チラチラ朝に起きてきて、起きては帰って、起きては帰ってを繰り返してて、ね。<laughs> あでもそうーツハウスの時もそうだったけど結構朝になると来る人みたいないるんだなって面白かったですねあれをやってみて、ね、意,外意外に意外にこの時間でこの人起きてるんやっていうそう,そうだから結構フルでいる人は少ないだろうと思ったけど逆に朝来る人がいるっていうのはそんな想定してなかったんでんちょっと面白かったですね確かに <laughs> あとさっきも言ったけどねあのアバター3.0あれ来たけどどうどうアバター3.0もう結構慣れてきた そうですね、私は結構いじってて、そう結構ややこしいのが、そのアバター3.0って、なんか、も、ま、う、あ、フリーザとやってる人、このメニューがすごい変わったんでわかるんですけど、そうその,のシステム自体が結構変わったのと、あと、ついでに結構、その IK って言うんですけど、この動きのルール自体が変わってて、うん、ああ。ていうのはルール、結構ね、そのシステムの方は面白いんですけど、動き自体が変わっちゃったのは結構ね、その、 気にしない人は気にしないんですけどやっぱりあのうん、うん、ダンサーとかそのフルトラッキングでやってる人は特にすごいやっぱちょっと今回変わ,変わりすぎちゃっててどうしようみたいになってるんですよね結構ね戸惑ってる人も多い中ね多い中ですよもう明日からコミック v ケットとかミュージック、v、ケットが<ー>始まるっていうそう結構だからね今イベント関連の人大変だろう、ね、<変>本当に。大<変> <laughs> マジで大変な特に動き関係体を使った、うん、なんかダンスダンサーとかねダンサーさんとか大変だと思うんですよねコミック、v、ケットねあれ,あれ見たコミック、v、ケットのやつあのそうですねなんかあの秋葉のど真ん中,、ね、ど真ん中にあそうそうそう,そう,そう,そう <laughs> いろんなねあの同人の即売会みたいなどドンって置いてあって私あの一回第0回みたいなのもちょっと前にあって 一応見てて、で、今回もやるんだと思って。もっとね、デザインが変わるんかなと思ったけど、うん、案外そのままで、ワールドがちょっと派手になったかなって感じの。ね、あれ結構やっぱ、日本紙置くシステムとかあるんで、やっぱりなんか、うん、あそこの根幹はいじりにくいのかなってなっちゃいましたね。うん、いやでもあれは難しいよね、全部見せるわけにもいかんし、うん。結構だからね、そう、俺はちょっとなんか、なんかやっぱ、うなんか、 結構やっぱ VR チャットの仕組みとあの即売会って感じとなんか違うじゃないですか、やっぱり。うん、ワールドごとにインスタンスごと,とかに分かれちゃうんで。なんかまだなんかしっかり来ない分あるなと思いつつも、ちょっとなんか、まあ、必要を見に行き気はしますね。うん、結構、あとかあとそもそもやっぱ机があるのに常に作家さんがいるわけじゃないじゃないですか。ああ、そうね <laughs>、それが多分一番でかいかも。<laughs> ちょっとその違和感があるなというのは難しいな。うん、まあ、それ言ったら v ケットもそうだしっていうのありますけどね。うん 結構なんかそういう仕組みみたいのが今後進歩していくといいかなと思いましたね。なんかバーチャルの委託販売みたいな感じよね。そうですよね。多分まあ時間によっては本人来たりとかもあるんでしょうけど <laughs> うんなんかそれだったらなんかもうちょっとアイディアが出ればいいんですけどなかなか俺も思いつかないしなでもどうしたらいいかそう、多分難しいんでしょうね。多分まあ、うミュージックの方はちなみに そう同じような感じなんですねあ、今日なんか最近ね僕僕の周りめっちゃバイクが通るんででも良かった放送前に放送前に一発とんでもないバイクの集団がカバエン通ってめちゃくちゃ面白かったそうなんですよ。結構ねこの時間ぐらいに毎日かな毎日かななんかねやっぱね自粛に合わせてね多分あの人たちは自粛しないからめっちゃ良かったもうカバエンの声カバエンの声が聞こえないぐらいババ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 バってカバエンカバエンって なんかね、別のチャットとかしてるときもね、えめっちゃやばえ、やばくないですかみたいなこと言われて <laughs> <laughs> もうもう壁一枚向こうにいるぐらいの、だいぶ近い感じがする。そうです多たなんか大人入り方とかによるんだろうな、そう,う結構、てか結構普通に部屋にいても聞こえるから、あ、これ、多分入ってるなと思ったら、やっぱみん,な <laughs> <laughs> みんなめっちゃ入ってますよって,てめっちゃお白しかった。あまりにも封じておばいししたことあるは ライブとかってあ,れあるのうん、うん、ミュージック VK とはライブを聴いてない気がする。やっぱりじゃあ M3 とかも一応あの音の即売会のやつありますけど、うん、あれも結構一応ブース出るけどあれは一応その即売会かつ一応ちょっとミニイベントみたいなのも、うん、ミニライブステージみたいなのもある感じなんでそういう雰囲気かなと思ったら。 うそうでもないのよう、ね、な気がするのとかミュージックブイケットといえばね企業ブームの中にとんでもねえもんが混じってるっていう <laughs> はい。<laughs> ねえあのー かつてて日本を接見していたねあの彼ら,彼らって知ってました彼らはバンドじゃないんです彼らダ曰く彼らは,彼らはあの宗教団体らしいんですよ自分たち曰く <laughs> <laughs> そうですね<そ>ミサのその名もその名も「その名も世紀末」って言うんですけど <laughs> はいはいもうねケイさんがめっちゃ喜んでてね世紀末が <laughs> あれほんとケイ聞きたいわななんでよなんで何がどうなってこの人たちが来ることになってアバターまで販売するはめになったんかっていう 売るのは何新曲とアバターみたいな感じなんですか、ね、えっと、確か新曲っすね。新曲を置いて。<laughs> <そし> <laughs> もう全く、全く油断した時にスーっていくの面白い、ねそうそう。俺、チラッとコメント確認のたびにもこれ出しちゃうんで。<laughs> <laughs> そ,うそうそうそう。そう新曲とそうア,バターがアバターはデーモン小暮れ描くかだけのらしいんですけど。うん、いや、でもね、あのこれを機に、ね、世紀末の新曲はどんな感じか分かんないけど、 昔のね、曲とかをね、知らな人たちは聴いてほしいし。ダメだな、これ。あれ、どうしたいや、の直らないかと思ったんだけど。突然、突然、やんちゃに登ってきた。え、もっと危険になってきた。え、あれ、もう登っちゃって、登っちゃってる。登っちゃってる。え、登っちゃってるんか、これ。え、どうしたどうしのどういう、どううういもマイクマイクに座ってるよ。斬新なことなってるよ。あ、すいません。これで そうなんですよ。こんなふうにね、アパター3.0になってからややこしいのよ。マジで。オッケー。オッケー。ああいう方でもヨシはでも世紀末って聞いてね、どん何人が反応するかわかんないから、そこそこにね話を収めとくけど、あの、うんあれヨシにならなくなったあ、なんなのならなくなった。え、なんでえ、え何をしゃべしたいや、なんかね、メニューだからちょっといじってて。 もう一回やっぱそのつけなそのよしになるやつを切り直しみたいのしたらなんなくなったええあと君<は>さん子供の頃親に黒みそ連れて帰ったマジで <laughs> ええー、<laughs> まさかの世紀末の大ファンでしたかあれ大ファンの人やったらわかると思うんですけどあれですよ最高って言うとあかんなすよ <laughs> えそうなんかてかまああ用語の最高って言ったら我々に対してそんなたたえるような言葉を言うなって言って我々は悪魔だよって。<laughs> ということはどうする人がいいか分かるなって言ったらみんなで「あの最悪や!」って言うん <laughs> <laughs> そしてあの乗ってない客がいればどうしたらいいって,って振りが毎回あるんやけどその場合客観客の,あのレスポンスとして正しいのは「殺せ」です。<laughs> <laughs> 殺せーって叫ぶんです。 <laughs> あれやばいからねマジやばいなだから世界観とかねあのなんていうかなあのステージパフォーマンスがすごいしっかりしてる、うん、めちゃくちゃしっかりだから根、ね、強いファンが今でもいてお客さん,んメ,タルメタルが好きなんで当然好きってなって俺もまあ普通にやっぱすごいと思うんでししう、ね、曲もかっこいいし何けど、ね、んで歌唱力がね人間じゃないからそう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 ,そう <laughs> <laughs> やっぱでもこ暮れかっか面いいからよくネットとかでも話題になるじゃないですか。うんでなんかやっぱこの人頭いいなと思いつつなんかもうちょっともう一回した曲とか映像とか見るかみたいになると「いや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 頭いい」っていう以前にもうめ歌が上手すぎる今までこそ年取って高い声出にくくなったけど、うん、それでもね低い声でも上手いし。 特に若い子の全盛期のシャウトとかシャウトを聞くとねもう多分いまだにこのシャウト出る日本人おらんやろっていうそうですよ本当も海外ロックですよね本当にそうそうそう海外のそう海外の,あのメタルアーティストとおなあの肩並べるぐらいの凄まじいシャウトできるんで喉どうなってるんだろうねあの人本当に日本人なんかな <laughs> 本当に日本純日本人なんだろうかあの人 <laughs> 帰国し帰ろだから英語もうまいし だか英語だけの曲もあったりするし、英語で。あ、そうですね。なんかあの人。英語の単語,の単語の、英語。そう、英語の発音めちゃくちゃいいし。あ、うん、なんだったら。あの。英語の意味も含めつつ、それが日本語にも聞こえるっていうだから。 へそう不思議な第三惑星っていう曲が。スラスラ出てきて <laughs> あれすごいよ。あの、あの、What's your b e a t これは何の音だ何の音だっていうところに、うん、どう聞いても発音がわさびわさびで。ああ、そういうしゃれなんかな <laughs> そうそうそう。あのったかなたがクソじじくたばれてるとか <laughs> なんか言ってる <laughs>。<laughs> すごいひどい響きになってるやつもあって。あれが好き。あと、一番ひどいのはだったかな。 どうせメタルだ聞き取りやしないっていう気に言ってるみたいな <laughs> あ,そんな, <laughs> あそんなところがあってむち,ゃむちゃくちゃ言うとんだこの人って,って <laughs> <ば>でもでもその曲そ,その曲すごいよ最初からもうシャウッとバリバリでも声えぐい声でブワーって始まって後半になったらおそらく1日撮ったんだろうね声が枯れていくねんもう <laughs> すごいよあれ <laughs> <laughs> えちょっと待って、声変わってないで、こいつ変わってきてるやんって。<laughs> 命削ってるコンシしルないの、社長。というわけで、正規末を、ね、ぜひね、皆さん聞いてください。とね、あんま正規末の話したら終わっちゃうんでね。<laughs> そうですよ、まさか,まさかの正規末特集。正規末特集になっちゃった。<laughs> っった <laughs> いやでそ,う,そ,う,そう,、ね、もうミュージックイケットで普通に売ってるってことあ、そうそうそう,そう、うん、ミュージック v ケットで、でも、うん、他,の他の企業もでも参加するって言ったよね。 そうですよね。もう僕も知り合いとかも出るし。あ,のあ,のあ、そうそう、俺も,も試合も出るし。あれ、あの他,他の企業って何わか,か,かんない。あのう俺も正規はそうい、ね、うを全部の目を持って帰ってるから。<laughs> あた、なくちゃった。全部の目を持って帰ってるから何も,何も見てないよ。<laughs> あれ、他の企業かわいそうな。さすがにね、ちょっと話題性を奪われすぎる。いや、なんかちょっとぜひ皆さん、えなんか今コメント欄とかでもなんか補足してる人いない。<laughs> 僕ら、哀れな。 で,でもクーちゃんがね、やん,やんちゃかわいいっていうのはあれだね、かばやに対しての。やんちゃかわいい。うん、で、クサイさんはかっけえな。で、それク,クーやんもう一回、殺せ楽しいなはいかんのよ。あなたそれ言っちゃダメだな、ね、あなたはダメだよ。<laughs> クーやん、クーやん、自由ね。<laughs> クーいやん、クーやん。クーやんはね、あれなんですよ。清楚な女の子に見せかけた内容やんちゃなんでやばいんですよ。<laughs> <laughs> それでみんなに愛されてるんですよね。いいよなこれほんと、これほんといいよ、この間。で、草薙さんが空耳アワードみたいな。<laughs> 確かになでも。でも、あの曲ほんと空耳アワードで。でも、ふざけて作ってる場合に曲めちゃくちゃかっこいいっていうのがちょっとね、うん、もうなんか、苦労とか感がすごいです。プロ、ほんとプロ。<laughs> <laughs> <laughs> ふざけてかっこいい曲出すのはほんとプロだと思う。あと、MC がねおもしあの、めちゃくちゃ面白いですあの会話が。会話を聞いててね、全然飽きないし。 もう何だったらもう年取り過ぎてあの人たちもたまに悪魔の設定を忘れるんで <laughs> 若い子はしっかりしてたんやけど <laughs> <laughs> まあそんなね会話も、うん、はいはいまあでもいややっぱせ関町通はやっぱそこら辺なんかもみんなもう明らかに分かって楽しんでるっところがやっぱすごいですよねやっぱそ,れ <laughs> あそうだからそうだか彼、うん、のライブ見たらもう素晴らしい極上のエンターテインメントを見れるということで、うん もう俺も行きたいもん。一回仕事は全然できなかったから。そうそう、ライブ行ったことそう,そう好きだからライブ行ってるのかなと思ったら、ケイさん、ライブには行けてない全然行けてない。もう全くタイミングが。あれがあれがね昔のほんと解散する前とかを知ってればね。いや、やっぱ世紀末これに乗じてさらにもう VR ライブやってほしいね。い <laughs> や <laughs> いや、やいやな,んかなんかバリアールが。 ねあの悪役消したバリュアールが何かは何であ,あ,、ね、あれは本当に彼らとコラボするのかなよく分かんないんだよねいやそ,のあそんな話もなあ、コラボなのか乗じて何かイベントするのかっていうのがちょっとあれじゃあちょっと分かんなくてどうなんだ、はい、ど,うどうするんだなっていうちょっと思ってるんで詳しい情報をお持ちの方はぜひ教えてくださいむ,むしろ教えてください俺も知りたいんだよ <laughs> まあそんな感じち,ちょっと切れちゃったけどまあねそんな感じやりますあとはちょっとちょっと宣伝だけさせてくださいえっ、ー、とね<い>あの俺のねあのうちのシースイサイファーにも来てくれてるあの DJ のセリカさんという方がねあのこの間のねあの,あの, <laughs> あの聖火音祭りでも先の読めない DJ をして <laughs> みんなをきょあの驚がくに陥れた男 <laughs>、うん。<ど> <laughs> <laughs> 久しぶりセリカああそうかグレメイトでも共演してるけど、久しぶりにちょっと、ね、セリカ僕とセリカさんって続くっていうね、ねちょっと二人を知ってる人には <laughs>、とても、<laughs> なんでこんななんか変な人ばっか、<laughs> 変な DJ ばっか、なぜかウェイクにちょっとくせ者 DJ が集まったんですよね、僕の後も、千のめん君っていう、若いけどすごいハードな曲をやる人で。動きすすごごかっったね <laughs> い乗てると思って <laughs> てかあの時にセリカさんがねあの<い>あのカバヤに切り替える前にあのこのこれでなこれでこのこの <laughs> レゲエ4を使ってンワンプポン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 ,ン,ン,ンって音んと <laughs> ちょっと待ってそのイントロって思ったらそっからあの TM, TM ネットワークのあのゲットワールドが始まって。 あれ最高だよね。俺も実は前も見たんだけど、<laughs> もう完全に持ちネタになってる。で、それが終わって、もうも終わったあと思ったかまやんが、まさかのゲットワイルド続きで始めたっていう <laughs> ああ。そうそ、ま、う、あ、エリカさんがそ、そう、エリカさんがちょうど、いやー、ゲットワイルドよかったのも、あと2回ぐらい掛ければよかったよとか言ってたから、<laughs> <laughs> ちょうど掛けられてよかったですね。ああ、もうかけすぎだから、彼は。せいかさん、ゲットワイルド大好きなんで。<laughs> ではね、<え>そ,そろそ、ね、ろ、ちょっと次の曲紹介の方、まいりたいと思います。はい 今週のねなん,なんか宣伝とか言ってなかったっ？う今あ忘れた今そうだもうセリカさんの話しかしちゃうセリんてない。ですねセリカさんの本題ですよ。えっとね手早く言いますけどセリカさんの宣伝というかセリカさんが出るクラブジョインズのあのフェスが、えー、今日からやんよくっ今日からか今日からえ十、ー、四日まで三日間あの DJ の方々で あのいろんな方々回しながらフェスをするみたいなんで、よかったらそっちの方かあのチェックしてください。よろしくお願いします。今日からっていうか、もう今日もう今やってるんですよね。早いえ早いのあれ9時から。だからもう毎日10人ぐらい出るんで、もう早くからやってるんですよ。あ、まあそんなでかいんや、そんなでかかったそうそう、今日はだから打ち合わせ、ケうさん来ない間に、俺、一緒に瞬覗いてきたりしてお<ー>の,の始まってて、びっくりジで 俺見たのあの、なんかいろんな人の名前がごっちゃ混ぜだったかっこいいもの,のポスターやったから、その辺の時間見ちゃなかったそう、7時か8時から始まって25時ぐらいまでやってるんで、終わってからもい出ます、ね。やや <laughs> あっややまあ、それであさってまでやってますんで、<laughs> ぜひ皆さんチェックしてみてください。チェックしてください。やではね、もう改めて曲紹介の方に参りましょう。で、今週の紹介はね、かばやんから。あ、はいはい。あれなんか曲紹介の時って何か言ってたっけ <laughs> 特に何も言ってないですよね。なんか前置きみたいな。<laughs> ない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 あ、そういもう、<laughs> そう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 。 ではえっと、そうですね、あえー、と画像の方って今、どこにあるんでしょうか。僕らちょっと手が届かないんで、あはい、えっ、ー、と、今週はね、うん、あちょっと、あマイクに触っちゃった。えっ、ー、と、なんか、結構もう知ってる人もいるんじゃないかと思いますけど、今週、なんとの、クアトラ330さの曲をかけさせていただきます<ー>というので、えー、個人的には結構、えー、<laughs> なんか、緊張してるんですけど。<laughs> <laughs> 桑田、ね、さんあっ蛭田さんってみんなに言われてるんでまあキュルタさんと呼んじゃいますけど、うん、キュルタさんという方でね最近 VR 昔から知り合いだったんですけどもうはい、はい、ちょっと何か共通の知り合いとかもいって VR チャットに興味があるということで始めたら、はい、そう結構だから。うん なんか個人的にやっぱ結構その最近やっぱアーティストの方が VR チャット始めたいって方が多いんで、うん、でもなんか楽しんでくれるかなと思ったらめっちゃ楽しんでくれてて <laughs> <laughs> こんな僕と同じここのんんちゃ僕と同じっていうのなんですけどこんちゃん姿で今いろんな DJ イベントを徘徊してる方なんですけどなんとねこの人の曲をしかもねあの一応もうこの人結構そのアルバムとか普通にいっぱい出してるんで。 であのどれか曲かけていいですかみたいなことを言ったらあの今作ってる曲があるんで <laughs> 送りますって言われて <laughs> 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 あだからこれからかける曲はちょっと新曲、ね、新曲えこれだから未公開でまだ未公開です、ね、<laughs> <laughs> マジでうちんとこでええの初発表が <laughs> とりあえずもう曲かけちゃいましょうかちょっと本邦初公開になりますそのクワトラさん303の新曲でこれ曲名もまだ付いてなくて なんか直接ファイルを渡されて、あの <laughs> I. P. アルファベットだ I. P. A. アンダーバー。一七二っていう曲な、百七十二っていう曲なんですけど。うん、でも、とりあえずかけてください <laughs>。じゃ、あ I. P. A. 一七二。えー、えー、桑田さん、三マルかけます。 いやー浄化されるね。あはい、クワトラさんサンモルさんで、<laughs> IPA、IPA、アンダーバー172一応この IPA ってのは、なんかイパネマの娘から来てるらしいんですけど、全く特に、あのー、収録予定とかも決まってないというので、あすごい、ね、<laughs> なんか、世に出る日を楽しみにしててくださいとしか言いようがないっていう、<laughs> ちょっとね、<laughs> <い>ファンにとって困った状態でございますけど、これはジャンル的には何に入るんだっ この人なんて言うんでしょうかねいやでも僕と知り合いなのはその僕あの昔チップチューンっていうあのゲーム機とかの音であの音楽を作るとこにまあといっても結構広い界隈なんでこの方もあの基本的に結構すごいまあ根本的にすごいマニアックであのコモドール64っていうあの海外のレトロ PC とかの音に詳しかったりする人なんですけどまああんまりなんかその実機ですごい作れてるのそのサンプリングをしてもう こういういダブちょっとあの広がりがある電子音の一応だからダブとかのジャンルになるんですよね。<ー>うん、っていうのをずっとかなりもう早い時期からこういう作風になってて昔、うん、から結構すごいなーって人ですよね。デジタル音楽はだいぶ疎くてもうなんだろう「わっきりとわかりやすいか」っていうのはテクノぐらいそれ以外のジャンルってもう派生し続けていてもうちょっと判断がつかないですよね。 多少これっぽいかなって思うぐらいで、結構ね、あ D J やられるときはあのジャングルとかあと、うん、なんすよねう U K ガレージってわかりまかツーステップとかああいうなんかああ久々だな、うん、結構だから本当ね <laughs>、うん、すごい結構ベースミュージックかつなんか本当になんかあなんかすごいリズムが好きな人のための曲をすごいやってるんですよね。 DJ とかも本当にいんでうん、うん、一応ね VR ちょっと来て実は先週紹介できればよかったんですけど先週の木曜に初めて DJ で出演されてで今後もちょっとやってきますけど、あのー、まだちょっと具体的に出演とか決まってない感じですね。うんうん、あちなみにそのちょっと一応なんかむしろリアルのお話になっちゃうんですけどこのクワトラさんあの毎月末にあの早稲田のサバコっていうクラブで新作発表会っていう。うん この人のイベントってのも、この人が主催してて、あの好きに自分が作った曲を持ってきていいっていう、うで、みんなで公表し合うみたいな、公表っていうのは、まあ、あなんか聞いて感想を言い合ったりするっていうイベントずっとやってる人でもともとすごいクリエイティブになんか強い人なんですね。だからあの VR チャットもすごい楽しいらしくて、うんあのこの人が来てくれて本当嬉しいですよ。<laughs> こんちゃんの誇りですね。勝手にこんちゃんの同族 <laughs>。どんどん増えてるんですよね、DJ こんちゃんが。 続々と増えていくまあだからねなんかあと告知とかもねそう本当になぜか何も決まってないのに突然新曲を送ってきてくれたっていう <laughs> <laughs> 悩んだもんね最初にこ,、ね、これどうどういう名前でしょうこれ出せばいいんだろうってうあと本当あの VR ちょっともう本とクラブイベントと毎日来てくれてるんでなんか<ー>なんか来れば多分会えますので <laughs> ぜひご興味ある方は普通にイベントに遊びに来てくださいって感じになりますね <laughs> というわけでねあの曲紹介とちょっと余談なんですけど<あ>そ<れ>はい紹介忘れましたけどかぶってるヘルメットですねその、A、メン建設さんのやつって <laughs> もう A メン建設さんとかともやっぱりちょっとそのクアトラさんを交えてその飲み会とかで喋ってて、うん、やっぱり結構今後そういう VR チャットに結構クアトラさんも普通に活動されてる方なんで、うん、やっぱ VR チャットとかにどんどん来るんじゃないかなって、A、メン建設さんまだいらしてないんですけどあの <laughs> もう。 せっかくなんでこういうの作ってお待ちしてますんでっていう感じに <laughs> あったんで是非何かね皆さんそういう方いらっしゃったらなんか僕に知らせたりいろいろまあ自然に話題にはなるでしょうけどそれをね楽しみにしててくださいって感じなんですまああと本当ににんか全然気さくに話せますんで是非気になった方は本当 VR チャットのクラブイベントなりなんなりでお会いしましょうって感じになりますね。 皆さんもぜひ来てください。ね、ぜひ来てください。ブラーチャット、デスクトップでもできますので、えー。特に今はね、音楽界隈めちゃくちゃ盛り上がってますので、ぜひお願いします。脱ッパンチライン。お便りコーナー。 今週のお題は漫画です。来ましたね。漫画はい漫画です。漫画です。もう投げればきりがない。あ、そういえば今更ですけど、一1週間空いちゃいましたけど、そう今。今週からそのお題が1個になったんですよね。そうそう、それも漫画だけなんで、もう,もう統一あのもう募集募集にあの頼っちゃうと色々ね。色々。 そうそう, <laughs> そう、いろいろ、いろいろト、ね、というか、ちょっと厄介なこと、あの時間のオーバーのゲーム、これじゃねってことに気づいて。そう,そう、けいさんと、やっぱ、まあ、くると読んじゃう、全部、やっぱ読んじゃうよねってことになるんで。そうそうそう。なんか、んかちょうどいいバランスを探った結果、結果、コーナー一つがいいんじゃないかこという。そう、う結構、要するもっと、ちょっと、もっと戻した感じですね。な感じやります。でね、えっ、ー、と、とりあえず、まあ、お互いに、一個ずつ紹介しようということ、一個ずつ紹介かな、二個かな。まあ、一個ずつで、ね、になるかもいいかな、その<う>時間もあれだし、まあ、とりあえず。はい うんどうしようかなまあじゃあね本当はねアクタージュを紹介しようと思ったんですけど打ち切りでねもう今今ねあの話題, <laughs> 話題沸騰してますけどアクタージュで実は俺あれ前科持ってる前科持っててあれすごい読んでてそう,そう,そう,そうで今日それを読み返しててまたよあの読みふけて時間に遅れたんです <laughs> 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 主人公の柳恵っていうねあの女子女子高生があの。 あのメソッド演技っていうか自分の過去体験を過去体験をもとに感情を引き出してくるって演技をメソッド演技っていうんですけど演技っていうんですけどそれを。 そそのとそのと16から17歳からの年のでもう極めちゃってるんですよ、彼女は。<ー>結構壮絶壮絶ではな、壮絶というかまあちょっと不幸が昔あってその時に自分を慰めているものが全部映画で映画の、うん、のミスあ父親が残していた映画のすべてをずっと見続けてて、うん、その世界の向こうに自分をあの置いて置き換えたりしてあの感情を移入させまくって。はい その悲しい気持ちを忘れようとしてたんですね。それをやりすぎて、メソッドを極めてしまったと。はい,はいはい。で、それで、あの、お金のために。あの、お母さんも亡くなってしまったので、お金が、うん、あの、働き手がなくなると。うん、で、バイト代、バイトするのも限界があるし。ちょっとここらで,で一発、あの、ちょっとおいい。お金がいいもんなろお金がいいみないかなと思って、自分が何ができるかと言ったら、役者、あの。ほら、映画を見てたから。役者になってみたいと。ああ、うん、まあ。で、うん、オーディションを受けるんですよ。うん、そこで。うん 倉山スミスさんって人と、あの、見出されるんですよ。一人だけ、うん、あの、一人だけ異質な演技をしてて。あの、あの、か、あの、バカでも、バカでもわかるような悲しい演技をしろって言われた瞬間に、秒で涙流したんです。うん、<laughs> もう涙腺ぶっ壊れてる。<laughs> それで、こいつ、こいつはやべえって言って、見つけたよって。で、うん、そっから、あの、その倉山スミスさんと一緒に、あの、いや、あの、なんていうかな。その人、に見出されて、ちょっと磨かれていくんですよ。ダイヤの原石なんで。 うん、いろんな演技の吸収してるってそうそうでどんどんいろんな舞台にも出ていって名前もだんだん上出してっていうで今もねあのー、なんだっけ羅折女かな羅折女のところで話がきれいに終わったのよ、えー、きれいに終わって、うん、さあこれからお前の世界見せてやろうぜって,ってその間終わってんのよこどないしてくれんのよ <laughs> <laughs> どないしてくれんの、ね、よマジで <laughs> めっちゃ気になるあれ、ほんときついわマジで。 いやもう全然そうあくたし読んであれジャンプでやってどこであジャンプジャンプあジャンプジャンプなんでね一週間でってもへ一週間ジャンプ一週間えそんなだったんだうんいやもうビビるわ結構お話聞いてたあのガラスの仮面とかにああはいはいはいガラスの仮面すごいですけどガラス仮面逆に終わ一生終わってないっていうこっちはねそんなすぐに終わっちゃうなんてねちょっと急遽打ち切りとか呪われてますね。 そうなんですよねまあ俺の紹介はねそれでほんとはもう一個ねひな祭りとか紹介したかったんですけどちなみにひな祭り読んでる人へ、ねえー、今日で最終巻です買いましょうこれはもう買っちゃったケイさん読んでるからなんかそれタイムリーに紹介していただいたら、ね、ひな祭りが終わっちゃった読みたくねえ終わったら読んだら終わるやん読みたくねー <laughs> えー、ええさておき私の方もまあい 1個ってことで結構ねあの友達ともなんかね C3 サイファーの間でも流行ってて、うん、読んでる私がおすすめしたい漫画あの「バトゥーキ」っていう出ましたねはいこれあの「<laughs> 佐古としおさん」って「あうそ食い」って漫画でちょっと前にまあデビュー作なんですけどうん、うん、それで大ヒットしてで結構嘘そ食いが結構長く続いてたんですそうデビュー作だけど大人気でうん、うん、長く続いてって感じででも割としっかり終わって。 でもうすぐになんか新連載って形で始まったのがもバトゥーキなんですけどうん、うん、まだ一応7巻ぐらいのかなちょっと前にあのウェブ連載に移行したとかで無料開放キャンペーンみたいなのやってて、うん、僕も読まなきゃと思いつつちょっとほっといたのを <laughs> 無料キャンペーンで読んでなんかそしたらみんな周りも結構読んでたらしいんで、うん、なるほどねって感じでねいやねこの人の漫画何がいいかってね「その嘘食い」って漫画も結構すごくてあのギャンブルと暴力の漫画なんですよ。<laughs> あの結構怪ジみたいな闇ギャンブルみたいな感じなんですけど要はのギャンブルを成立させるためにはその負けた後にそにギャングとかとやってるんで、うん、あの絶対に暴力が必要じゃないですか強い力が <laughs>。<laughs> っていうことも漫画に取り入れててだからその天才ギャンブルの進行とさらにその相棒の当時状態仲間になる本当に元殺人鬼みたいな <laughs> や,<ば> <laughs> やつと <laughs>、うん、みたいので。 でさらにその世界を仕切ってるそもそもそのギャンブル組織っていうのはあのー、かけろってうでっかい組織あるんですけどほうほうそこそれもその世界の闇ギャンブルをそうさっき言ったようにかけと暴力があるんでそれを成立させるためには立ち会人っていうのを派遣してるんでこいつらもうだからそ絶対にそのどんなあのギャンブルも依頼でその預かるんですけど、うん、あのー、そこで構成があのー、不正がないように見張るっていう当然めちゃめちゃ強いっていうので。<laughs> この立ち合い人が出てきたあたりがもう完全に戦闘ントンみたいになってくるんですよね <laughs>、うん。う <laughs> そう賭けも、そう怪事みたいなギャンブルをやりつつ、その立ち合いのバトルも、あると結構欲張りな漫画なんですけど、うん。それ面白いんですよね。うん。<ー>っていうのがまあその前作の嘘食いで、うん<ー>。で逆にバトゥーキーの方はちょっとあの、本当にやっ嘘食いの逆に欠点としてその本当に話が長くなるんで <laughs> 面白いんですけど。 シンプルにもっと格闘技の方に専念してる漫画でしかも珍しいカポエラの漫画なんですよねいやカポエラかっこいいよねそう結構ねそのしかもカポエラってもののかっこよさをちゃんと書いててその、うん、元奴隷が初めてってその魂を奪われないための本当の強さみたいなうん、うん、結構真面目な話も交えつつでも結構やっぱ闇の組織みたいなの絡んでくるんですけど、うん、<laughs> 結構ね最初あのしかも女の子は主人公なんですよ今回バトルキアうんいやいやあ女性主人公なのね そう結構だからねあれ結構なんかどうなるんだろうと思ったらすごいね結構またちょっとね結構話の展開が最初の頃が結構そのどうなるかわからないところもちょっと含めて楽しんでほしいんで、うん、なかなかちょっとあらすじを言いづらいんですけどでも最終的にその女の子がもう家族を取り戻すためにカポエラに戦わなくて、うん、一応その子供の頃にちょっとカポエラに憧れを抱いてたんですけど、うん、もう逆にその罠にはめられてそのカポエラを鍛えてどんどん街にいる格闘あの 格闘家ですと戦っていかなくちゃいけないっていうのは結構うまいなと思うその主人公がやっぱ天性があるんですけどうん、うん、まだやっぱ経験が足りないんでうん、うん、そのねトキそのカポエラの才能をか覚醒しながら他の格闘技に戦っていくのもすごい面白いですねおおなんから一種格闘技なんだカポエラ格闘技なんですよああなるほどだからそこら辺もうまくてだから最初はだからカポエラをみんな知らなすぎるからうん、うん、そのそうですねその罠にはめられてるんでそのだんだん強い人ル戦っていけって言われてうん、うん、そのトレーニングも兼ねて その闇打ちみたいなこら最初とからカポエロを全く知らないやつには勝てるんだけどカポエロを知られた状態で勝つためには強くならなくてはみたいな感じでこの人の漫画更にうまいのがね結構やっぱサブキャラみたいなのの書き方がうまくてさっきの「嘘ソん」もそうなんですけど、うん、話自体がハードだなと思ったら結構あの悪いやつみたいなの出てくるんですけどあ悪いやつがやっぱ実はいいやつパターンが多くて<出た> <laughs> どんどんねそれが増えていくんで何からねどんなキャラも好きになっちゃうんですよね。 も最初カポエラの漫画かなと思ったらカポエラに倒された空手家とかのやつをもう人口の境遇に共感して協力していくようになってみたいなあいい、ね、結構じゃあ王道なパターンそう結構だからね、うん、そうめちゃくちゃなようで王道な漫画なんですよこの人の漫画。 皆さんちょっとぜひててか俺もよ俺ももよ読む,読むうて忘れてた全然そう結構ウソ食いの方がある意味スケールがでかくて面白いんですけどちょっと面白くないのに時間かかるところがあるんで、うん、最初の頃やっぱデビュー作できついんでバトウキーはね、うん、もう完成度いきなり高い状態始まるんで、うん、いやそれ俺バトウキーそう読みたいんやけどそれよりかばやんが昨日俺に教えてしまった「セルベスト」をブノ信長がノブでた。 そう一応なんかサブオススメみたいなのを上げておこうみたいな感じになってあのセレベスト織田信長をね <laughs> おすすめしてしまったら、うん、とてもケイさんのツボにはまったようで <laughs> あ,れあれはあれあれ,あれめっちゃめちゃあれ誰が読んでも面白いからね <laughs> っていうかあ,あそこまでやられたらもう本当にセレベスト織田信長の話もちょっとっしちゃうとあの織田信長ってま、ね、まああの後、まあの戦名前結構戦後武将から取ってるんですけどまあ 小田信長って名前のなんて言うんでしょうねもう金持ちがいるんですよ <laughs> そう超セレブね超セレブこの世界ではその金持ちはもうセレベストってそのセレブを超えるセレベストとしておもてなしで戦うんですよその相手をおもてなしてそのあ,あこいつの方が上だって思わせたら勝ちっていうそのおもてなしバトルが繰り広げられててその小田信長はそのお セレベストですよねキニさんは <laughs> キニさんが言ってるのようてんだ,だろうって言ってこれてんんるの <laughs> だろう流行ったから、ね、そうかいなのしろちょっと遅れてるよもう一回流行りまくったから、ね。そ <laughs> <laughs> 本当にこ,れこの人漫画が上手くてそれ、ね、それはいいなの田その,小田の,村がその強い上にその そのおもてなしに満足した相手にうわーこ、これは気持ちいいってなるとだろうーって,ってです、ね、そうそうそうこんなこと言ってたからなかんなこらんバトゥーキの前多分あれ読んで俺は腹筋壊してるんでみんな知らない人はぜひ読んでください,いやでもどっちも、ね、読んでて本当気持ちいい漫画だと思うんでバトゥーキとジャスレベストオナロブラがあそうそう YouTube に、ね、テーマソングしかもラップでね 確かにそうなんででここでちょっとラップが絡あの作者の方がそ、うん、あののあ MC 紳士って名前で昔やってたんですけども最近あの,要はのちょっと別名義でやってみたいってことで、うん、公然の秘密ってことだったんですけど今も完全に明かして MC 紳士あ AKA ジェントルメン中村って中村先生がやられてるんで。<laughs> 絶対あし人だろうだけでパンチないなって <laughs> 困るわ。じゃあね、そろそろ、ね、リスナーの方も読んでいきたいと思います。すたくさんの方が早くもありがとうございます。いきます。うん、えーと、とりあえず1人目、えー、ラジオネーム、上 <laughs> 沼 VS バットマンさん。<laughs> どういうこと <laughs>、えー、ウェブアクションでやってる、意味が分かると怖い4コマ、内容はよくある、えー、怖いのは犯人ではなく、主人公だったのだ。 みたいな、ちょっとしたギミック込みのお話なんですけど、読めばわかる程度の露骨なほのめかしはちゃんと書かれているのに、4コマ1本ごとにいちいち解説ページがついているおかげで、脳を全く使わなくていいので、おすすめです。年末くらいにはコンビニの廉価本になってそう。あー、ウェブアクションでやってる意味がわかると怖い4コマっていうのと、怖いのは犯人ではなく、

一本ごとについてるなんてあんまり見たことないな、解説。よくあるネットである、意味が分かれて怖い話ってのを4個までやってるってことやってるってことですね。それ知らなかったチェックしてます。これいいですね。ありがとうございます。じゃあ続きまして、ラジオネーム、ゆばさん。み皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。脱パは。私のおすすめは、こだまなおこ先生のコキュートスという漫画です。あ、聞いたことある。聞いたことある。これ聞いたことあるぞ。 女子高生同士のガールズラブを描いた読み切り型の作品でこのような作品は世界観や心理描写の説明のためにナレーションが入ることが多いのですが、えー、あちょっと漫画冒頭のナレーションを書いて,もいてくれて書いてれてますね、えー、とちょっとだけ文を書いてるみたいです著作権的なア、えー、例えば、えー、と私たちは異端にならないよう注意深くコミュニケーションを取る。 とかマニアックな芸能人とかアニメとか変なもの変変なもの変なもものの好きなのはダメとか、えー、空気読めないとか冗談通じないとかダメとか LINE の返信遅いとダメ恋愛に興味ないとかダメ男に媚びすぎるのもダメと、えー、もうすでに濃厚な百合の気配を感じます。<laughs> <laughs> 愛という抽象的なテーマを扱う以上、ここがおすすめと言語化することが難しいのですが、日々 VR チャット上で女の子になってキャッキャッグしてる皆様には <laughs>、この作品の深みを言語ではなく、魂で理解できると思います。いや、すごいいい,<り>いいおすすめです、ね。より深い愛の哲学を味わいたい方は、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。<laughs> ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。 そう、入りやすいかもしれないですね、これ。あ確かにすごい興味をしました、ね。<laughs> そう、結構僕も UD とか BL とかの漫画とか読んでる、j l b l 漫画読んでるんですけど、やっぱりパンチラインですよね。<laughs> なんか、<laughs> やっぱポエムが切れ味がいいと、すごい読む気がなるんで、なかなか最近のやつとか読んでないんで、そうこれもチェックしてみます。俺はそういう気は全然、ね、あの読まない。エンターテイテメント時が多いかな、俺が読むのは。そう、<の>結構コメディとか。 ああいうのって結構読み切りとかも多いから結構サクッと読めるじゃんそう人になってから結構むしろああいうの読むねっいいですねありがとうございますあ確かにでもねほんと v チャ t t u r は確かめちゃくちゃ入りやすいかもしんない <laughs> 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 次はえっ、ー、とラジオネーム、えー、短く短くなった緑のカッコ略さん <laughs> はいありがとうございますえっ<ー>と <laughs> えー ウィ,ウィルクさん、カバキ,カバキさん、脱藩の,の皆さん、脱藩は、ダッパンは僕の名前はウィケイです。残念、惜しかったですね。R と S の違いですねウィルク。ウィルクさんになってますね。まずはたびたびの長文投稿によりご迷惑をおかけいたしました。<laughs> 文面上でありますとお詫を申し上げます。 うちらは,はカットとかしないのが悪いから。<laughs> <laughs> 真面目に読んじゃうから。今週は漫画ということでお、メイド・イン・アビスの作者様である、つくしあきさんが描いた漫画、<ー>スター・ストリングスよりをおすすめさせてください。惑星にたった一人しかいない孤独な主人公コロルが空から伸びる一本の糸と出会い、その糸をたぐり旅に出るお話です。え、なんかすげえ。 <laughs> なんかすげえこの漫画のストーリー展開はおそらくこれから社会に出るであろう就活生の人生のそれに強く結びつくと思いますえ, <laughs> え <laughs> 必見です Amazon で300円で売ってます安っ<ー>お二人は人生を切り替変えた出来事などありますでしょうかお時間をよろしけお聞かせください私はパトレイバーを前回読み終えたその瞬間から人生が2つに分かれた気がしますへえ<ー> PS ヘッドホン,ドホン友人からもらいましたピンクです <laughs> <laughs> 色変わっちゃった色変わっちゃったよ <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> あーでもこの話めっちゃ興味出るいやもうここのこの1行でちょっと俺心つかまえたな、えー、惑星に立った人しかいない孤独な主人公が空から伸びる一本の人と出会いその人を手繰りをたぐって旅に出るってすごい,ない <laughs> 俺実はねメイドインアビスを読んでないんだよねそうあそうなの<構>いや、うん、あれめちゃくちゃ面白いですよ俺最新刊のそういては全部読んでるけどいい 俺バナナのナナチはバナナチしか知らない。<laughs> <laughs> あれ忘れて、忘れてあれあれは違う、あれはちょっとしたネ,ネタというかまあ可愛いから可愛いけど面白いけど、でもナナナチは本編で見ても可愛い。えー、もうナナチファン。もう可愛いめちゃちゃ可愛い。ってことしか知らないって。<laughs> <laughs> メイドヤビスは可愛い絵柄なのにあの心をボコボコにしてくる漫画なんで気をつけて。結構じゃあこうハードな漫画。結構ああいう可愛いやつに可愛いやつにね、もうなんかひどいことする漫画でしょ。もう平然と人が死ぬ。<laughs> しかも割とグロックしる。虫に寄生されたダえ、ね、えー。<laughs> <怖> <laughs> 割ときつい。 誰だ,だ,だっけなんか Twitter でね、あの可愛い漫画が見たいってので、誰かメイド・ヤビスを勧めしてるとか言ってみん,なで、ね、みんなで止めてるとか、ね、よくある話だから。か <laughs> あでも私も昔結構そういう SF 漫画とかも結構好き。うん、あ富澤仁先生とか私好きなんですよね。エリアンっていの聞いたことあるから、作風とし近い気がします、ね絶。絶対聞いたことあるし、見たことあるかもしれない。あとね,こうね、人生変えたね。 あの出来事ありますでしょうかっていうのは<え>これは出来事でいいのかな漫画俺漫画だったらねごめん俺も一緒っす俺もバトルーバーはだいぶ人生変わってん、えー、うこ、ん、俺結構バトルーバーなんか割とさらっと流しちゃった人なんですよね、えー、あ,あれはねあの当時すごい面白かったで終わったけど年取ってからもう一回見たら、うん、もうみんな後藤さんに惚れる。<laughs> えでもなんかさインターネットであのパトレーバーのツイッターで <laughs> パトレイバーのページを貼って何かを言った,こと何かを言った気になる人みたいな見ると冷静になっちゃいます。<laughs> <laughs> い,やいいいやこと言ったんだけどさ <laughs> あとずっとパトレイバーって、竜木正美さんが全部ストーリーも構成も書いてんかと思ったら、うん、あれちゃうんっすね、あれチームなんですよね。あ,あヘッドギアです、ね。<laughs> う<ん>実は私は結構アニメの方が結構思い出があるぐらいで。うん、ああ、そう、アニメもあったっすね、<laughs> これいった年代か <laughs>、うん。OVA とアニメと、ね、合わせて俺全部見ましたけど、映画も見ましたしね。そそそうそうそうまあ映画も夢そう結構押し守るかでえ映画絶対みんなねワンあの1派と2派に分かれますよ。<laughs> <laughs> エンターテインメントで最高だったワンかもう文学的哲学的というかねあのすごい重厚だった2位に分かれるかっていう,そ,うそれもだからやっぱ推し三種堂みたいなのでやっぱそのっていうか最近もいろいろあって <laughs> うそうなんですよ、ね、結構そのもうお互い勝手にやるみたいになっちゃってるんでちょっとうもう逆にそれはそれで面白いです、ね、ですけどもしえ方結局ね実写版で帰ってきてるから監督そうそう,そう,うん。 なんかまたいきも聞,い聞いてなかったみたいな話になってて、うん、<laughs> あれもまたね問いたいとか言ってるけど、うん、実はねあのー、えー、とあれは、えー、大太鼓か大太鼓をした実写マンの人って実は、うん、取って2年後ぐらいかな病気ながなゃったんですよ、うん、ああそうなん、ね、だから取ろうとしたらどう,のどう次のまた別サインでやるのかなって感じですごい面白いね,、うん、ね俺人生変えたことなんかあるかな, <laughs> なんか めちゃくちゃはまった何かがあればそれで変わってるかもしれない。待ちこもってくるのがあればいいんだけど。いや、結かね、結構俺そうこの、そう、変えたって意味だと、ちょっともったいないの,その、結構昔から漫画好きなんだよねって、ある意味、人生を決定づけて、<あ>まあそう、あ話したっけ、そもそも俺、手塚さんも好きなんですけど、うんうん、あの親がね、家に手塚さんの前身を最初から会ったの、お、マジでおそれ、ええやん。ある意味そ<の>、それが一番人生か決めてるね、まず。そ<お> <laughs> そううね、それでもうみなんぼでもも読み 中でもというか環境が。高断捨のやつで300冊が置いてあって、だからね。え子供の頃だからジャンプとか読むよりまず先にそれを読んでたみたお、すげえ。こ <laughs> <laughs> だ子供の頃に手つかわさも。<laughs> すごいな。小学校とかならねあの学校の図書図書室とかにねたまにあるんやけど。うん。すごい、ね。それなんかいいな。あ、それは<あ>結構でかいですね。うん。 あとね、ユーマンちゃんが来てくれたんで脱板はどうもどうもナナチは可愛いですねやめろその言い方やめろそれ <laughs> それダメだよそれあいつが出てくるよその言い方やと <laughs> みんなバ,バナナのナナチはバナナもう,もうもう映ってるやん <laughs> <laughs> いいなおいのおいの環境はね逆にドラゴンボールを買ってくれたからうちの親がそうそうそうそ <laughs> うそ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 うんあでも自分で買っ 初めて買ってこれやばいなって思ったのはランマだった。<laughs> あ,あ、まあ、その意味で言うとね、俺逆にその手塚治虫がある上で、これはやばいって言って買ったのが、珍勇気と、ガタロウ先生の陳勇気と、<laughs> あと、とってもラッキーマンですね。であ、出た出た <laughs> <laughs> ジャンプやね。 じゃ徹子さまに勝った漫画ですよ、その2つが。親友きはやばいって、あれ、<laughs> あれやばいって。なんか俺見た、俺見たのが確か、分ちんゆ友妃だったと思うけど、なんか、ふんがーとかって顔面上に上,に上げてて、<laughs> その仮面外してスッキリしてから、またちょこらすとめだやとか言っては自分で首ちぎって死んでいくっていうわけの話になって。<笑><笑>漫画、楽しみ、いまだにオンリーワンだからどどうう、どういうことしかもそれで事後に続く方が、どういうことはマジで <laughs> <laughs> だからチンユキがデビュー作だったんでしょネットスコデビュー作ですよね。だから本当に子供子供心に本当にもう最高ってなっちゃって。<laughs> めちゃくちゃぶっとんでんな。ラッキーマンも懐かしいな。めちゃくちゃついてない子ね。主人公ついてない陽一がね、うん、変身してた気持ちだった。あれもでもなんかやっぱりあの原作、あの方がなんかあの、なんか暗黙の了解とかのデスノートとかの原作。 らしいっていうことらしいですけども、やっぱ改めて面白かったなと、やっぱ話がよくできてるなと、ラッキーマン自体も。あれは面白かったと思う。でもね、多分俺1回しかあバーって読んでないから、ちょっと記憶が若干薄くて。あ、そうですね、結構長いんで、あれも。うん、長かった、長かった、結構長かった、連載が。すいません、なんか、あいすいません、ちょっと間にしないでしきなん ランマーそうだねパトレーバーとランマーは間違いなくね <laughs> 俺のねあの性癖も歪ませた、ね、あれん <laughs> 俺あれがあるかひょっとしたら VR チャットであの女性の声から男性の声がしてもそんなに違和感はないのかもしれない。<あー> <laughs> まあでも確かクラシックですよね本当になんかそのあのなんかそう、うん、変身願望がついたら多分あれだよね、うん、間まあ違い確かにそれは分からんでも、まあ、俺も普通にラウ自体好きだし水をかぶると変身するって面白くて知らなかったから、ねうん、<laughs> じゃあで次の方いきたいと思います、はい、ラジオネームえー、か <laughs> 葛飾のリヴァイ兵長ゾーンやんばんはこんばんはこんばんは少し前ですが こちら葛飾区神谷公園前派出所が読み切りで復活してましたね。嘘、え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 。嘘、あれかあの、なんか、あの、日暮。らしいあ四年に一度でか。そういうこと、それ。マジで。え、マジで、知らん、知らん、そんな。マジかよ。本来だったら、オリンピック合わせの。あ、そうか、そうか。あ、マジで、わ、しまって、呼んでね。 こちら、葛飾しかめやこえのハッで全部フルネームで書くな <laughs>、ね。こちかめで、時じのコロナをくっ、えーえー、扱ったり、あ、そうだ、日暮らし出たりって書いてるわ、日暮らし出たりと<ん>こっちカメが変わんねえなという謎の安心感と、こっちカメまた連載してくんねえかなという寂しさを覚えました。これ全部略したからね、れ。<laughs> 全部正式に書いてる。皆さんは世界最,世界最長連載したこちに思よは思い出はありますか PS 長文読むのが大変とのことなので、メール内容を短くしました。こいつすげえな、メール内容を短くして、あの漫画のタイトルで攻めてきたな。<laughs> ま、漫画のタイトルの長文できたな。まあ、略しましたけどね。こち亀の思い出はね、俺結構ありますよ。なんか俺こち亀っ子だったんで。へああ、<う>でもなんかわかる。なんかすごいな、<こ>やっぱ。<laughs> でもこち亀って面白くなかった期間と。 からかもう神回しかなかった期間ってあって。ああ、でも、わかるね。で、俺ね、実はあんまり、その、なんか、さっき言ったように、手塚を治虫とかを先に、なんか、ジャンプより読んじゃって。こち亀とかに、そんなになんかね、その。なんか、ずっと、ジャンプ自体を読んだのも結構後だし。うんはい、は,いはい、はい。あんまり、だからね、こち亀時代に愛着はないんですけど、ね、でも、やっぱ、面白いから面白いって、すごい。思いし俺は、なん、なんで、こち亀かっていうと、中学の時に、なぜか。こち亀の、うん、あの、回し読みが入ったんです。 ああなるほどね突然流行って、うん、でな,なんかもうみんなバラバラに持ってたりしてて全科持ってたやつが一人もいなったの、うんで <laughs> <laughs> う教室のロッカーとかに並んでるかあそうそう,そう,そうでしょう、ね、<laughs> <laughs> であのー なんか今今慣いないが何か持ってる今ないないが何か,ななか持ってるってもうか <laughs> かそれぞれが管理人みたいになってるあ,あったわ中高のせいなでこの回読みたいけどあいつ持ってんのかって言ったらあいつ先生なんか募集されたんってクソ一貫飛んとん,んやんけって「<laughs> でお前で俺は前丸から取りに行こうぜ」って取りに行ったりとかしたのを昔よかの時思い出でクラスの共同文で <laughs> そう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  <laughs> でそれでだから一番でもあの面白くなりだしたっていうのが 60, 代60巻ぐらいの後半ぐらいからで うん、めちゃくちゃ面白くないだしたんが70巻ぐらいへ<ー>あそうなの、ね、あんあの巻ぐらいからは噛み上がってたのあの辺から秋元さんはなんか才能爆発してたんかそう昔の回がいいっていうよりかやっぱなんか切れてる回そうやっぱいまだにネットとかでいじられる回の方がやっぱギャグとしては切れてると思うんで。<laughs> その辺がその辺があ,れだもんあののほらあの<か>勝ちどき橋をフェリーでぶっつぶしたり <laughs> <laughs> あの部長がロケラン構えて「<laughs> 両子のバカこ行った!」とか言って <laughs> あのあ,あのシーンが俺 <laughs> はあのうち大好きなんで、ね、そうそうそう,そう <laughs> 両子のとこ行ったあのバカどこに行ったってあのシーンが一番好きなんだ <laughs> あのうちがねあのうちが最高だった頃がその間の頃であの90巻ぐらいまでこう、ね、そうめちゃくちゃたまにりょうさんに逃げきれずたまに捕まって「<laughs> あれ先輩どこ行きました?」って言って「あいつはななんかなんだっけ南極橋筋飛ばされた」とか言ってもう帰ってくい。<laughs> <laughs> しかもそれで終わるんかと思ったら南極何局かったか確か発出の話は続くのよ本当、えー、あなるほんとにりょうさんもう本当に国家のところでここへの直前でいろいろやってやそう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 ん でも中でもね76回やったかな十7回やったかなのね、うん、ゴキブリ大行進っていう史上最強の回があったあ,あ聞いたことあるそう、うん、あの <laughs> ゴキブリで文字みたいな作ったあのそうそうそうここち <laughs> かこあここ上史上たぶん初めてであろう読む前の前置きが書かれたっていうへが、ね、今回は食器ッキングな内容となっております心臓弱い方や虫が苦手な方は絶対に読まないでくださいって前置き書かれた <laughs> <laughs> あれすごかったから、ね、興味ある方はぜひね,ね探してくださいゴキブリ大好タイトルも多分このなってると思いますゴキブリ大好心です <laughs> <laughs> すごいからあの回マジで勉強になります <laughs> まあ結論から言うと原因は亮さんです <laughs> <laughs> あ百巻までしか読んでんあっそうとかもう2 0巻まで行ってるからねあ,あれえあええ最終的に何巻2 0 0 2 0いや二百なん二百俺全然。 そこも意識してなかった。100ぐらいだと思うんつ。200なんだね。200。すごいよな。マチは67マチは結構まだ前半の方もう前半前半。<laughs> 全然前半前半。なるほどね。まだあのトゥツカケとか出たんじゃん。トゥちはトゥツカトゥツっていうなんかヤクザみたいななんか目に傷が入ったようなやつが出ったと。なんかまあビジュアル見たことある。そうそうそう。あの人でもう途中から全然出なくなっちゃったから。へー。 あの異常にねあの家が家がなんか縦長くの縦長い家を交わされた手台とか出てくるんです <laughs> <laughs> めっちゃ縦長い感じ <laughs> あぶないあぶっ,ってそう俺はこんな感じでねこっちカメの話し,しちゃったけどでもカバエはそんなにこっちカメは思い出はない感じかなそうなんですよなんかね全、うん、全然多分そのどれがどれって言えるほどじゃないですね <laughs> 俺ねああとね手塚治虫以外にうち、ん、にあったのがおいしんぼなんですよ <laughs> あー言てた、ね、おいしいもの方だったら結構ね美味しいも結構美味しいもこっちかめとあるに近いの結構いろいろあるけどねってなんか最近何か結構,、ね、も結構長かったもけど結構なんかね結婚してからぐらいはなんかもう完全になんかちょっと悪い<ー>なんか話がだるくなっちゃってあのね山岡さんと、ね、そうしかも結構あの、あのー、まああんまりこういうのもなんですけどそ作者の思想というかが出過ぎちゃってそうだそうだ特に後半 これもさすがにい、ね、いていけなくなくったんですけどでも本当にね美味しいも初期は面白いんですよ。やっぱあのアニメとかになって、うん、あの結構なんか今「アマプラ」とかでアニメとかも見れたりするんで,、うん、でも改めてね初期のエピソー落語的というかあのなんか料理を、うん、あやっぱり料理を絡めて人,人情物で解決するっていうテーマを美味しいもほんを本当作ってたんであれは是非。<laughs> あのハハゲハゲハゲたなんかハげたなんか部 <laughs> 部長やったっけ係長やったっけなんか、うん、<laughs> あの人が好きだよ。あ富士富士服部さんでしょ。い <laughs> <laughs> やまおかゆって個人的なです。こ近めよりもね美味しんぼに親しんでたね。<laughs> あの声めちゃくちゃ特徴的にすです。<laughs> <laughs> <laughs> ここいつだけ漫画違うくないと思って。<laughs> <laughs> <laughs> で初期はね、あの都民副部長とかのキャラが面白いから読めるんで、本当にやっぱ、コントとして楽しんで。いい漫画だったしね、アニメは曲もよかったね。あっ、だんだん気になる。超名曲でう俺たちもちょっともう戻っちゃってる、昔。というわけで、次の方でいきたいと思います。ラジオネーム、レモンドをあがめよ。ありがとうございます。ありがとうございます。 えー、僕は VR チャットの漫画勢の方々とも交流があり漫画に描いていただくこともあったのですが自分の主催するイベントの漫画を描いていただいた時も自分は名前だけで他の人だけとかその場にいたのに自分だけちびアイコンとか <laughs> とにかく出番に恵まれません <laughs> だから言葉を借りて物申しますこのラジオを見ている漫画勢の皆さん絵を心得ている方々ぜひ僕のことを書いてほしいです ななんなら水稀さん、僕を書いてみてください。待ってます。漫画の話はいい <laughs> あでも、あ言われてみればと、と結構、VR ちょっとの漫画書いてる人、多いですよね。<画> <laughs> まあ、でも、漫画の話題っちゃ漫画の話題か。うん、そう俺もちょっと面白いなと思ってたんで。いや、でもね、うん、ぶっちゃけこれは俺も思うよ。俺も書いてほしいって思うよ。俺だって思うよ。<も> <laughs> いや、でも俺はね、逆にね、あ 逆に俺は難しいなって立場の方で思ったあのう結構だからやっぱあの書かれない人とか辛いよなって思っちゃってそう,いやそうだからうなんかそういうの思わ,思わしたくないから出会った人の漫画とかに、ね、俺,俺はあのマジで言ったこともない <laughs> 書いてくださいって俺マジで言えない。 もう俺あの飲みの心臓なんで <laughs> <laughs> もし書いてくれたらすごいありがたいけどまああのかえそんな負担にさせたくないのでどうぞ自由に書いてくださいけどやっぱここそこでやっぱ書いてほしいみたいな <laughs> なるほどねそう隅っこでこうやってこうやってちじこえながらこうやてちょっとチラッチラってこうやって出てる感じの <laughs> 俺も結構えなんかチラッ そうなんかモモテインゴやるけど絵も描くんでなんか、うん、なんかねベラスャット人描こうかなと思うんですけどやっぱ下手に描き出すとそうそれがなんか怖くて <laughs> <laughs> ちょっとね <laughs> 手が止まっちゃうところあるんですよね。でも本当どれくらいあるんだろう。そうコミックブイケットとかも。 VR チャットで書いてる人が、まあ、当たり前ですけど VR チャットの人が出てるんですよ。ああ、結構出てるはず、結構出てるはず。そう、だからよく考えたら VR チャットの漫画を書いてる人も出てるわけかうん。だから多分言わず言,わ言ってない人もおるんちゃうかな、ヘッドそうそう、結構だからそうイメージとしては結構同時にサークル、ふやってる人があ普段の活動で出すのかなって感じでしたけど、ーんまあ、完全に VR チャットレポみたいな書いてる人もいるんだろうな。中にはね、別にあの絵描きと名乗なってないけど、普通に描くのにうまい人とかもいるし、ね、趣味で描いてたんだろうけど、 友人とかがそのその友人の友人がすごいムーブ可愛い子がいてその子がその友人に対して絵を描いたのねそしたら「あのおえっうまっ」っていうかめちゃくちゃどん引き痛がうまくてあやっぱこういう人いるんだなの要するにかけるとは全く言わないけどめちゃくちゃかける人うん、うん、なるほどねあっでも俺も出せば今更すごい今更こういうクイケット出せばよかったっ。<laughs>

わけでねまあ、漫画勢の方々にも共有はできないんで、あの本当もう運次第だと思いますが、と、まあ、かね、お互い、俺もね、書いてほしいけど、言わないんで、あの心で待ってみましょう。<laughs> そんなじゃあ、次の方いきたいと思います。ラジオネーム、おへ、はい、陳寿マニアさん。あっ、おめと,とうございます。ちょっと気合い入れようか。脱藩 <laughs> <laughs> の二人、脱藩ちわー、脱藩ちワ一1週間ぶりの放送、嬉しいです。さて、私のおすすめ漫画ですが、えー、羽生。

ワガランナーですワガランナーの方ですか、はいはい、あらすじは街の自警団を自称するルンペン三人組と <laughs> 彼らのせいで家が全焼したパパカツイエ JK の日常系フルゆるふわコメディですマジでもう言ってることはゆるふわじゃないけど大丈夫なファミ通でファミ通のあれという変な漫画を連載していたギャグ漫画家さんのえ一巻完結あ一巻で完結の作品なのですが タイトル通り意味不明ながら謎の疾走感があり、孔子園くらいの厚さがあるのですが、今でも読み返してしまいます。珍ンも出るよ。<laughs> 全く関係ありませんが、ラッコとダッコで印が踏めることに気づいてしまったので、鎌木さんピンチの時は使ってください。かしこ。かわいいですね。というわけでありがとうございます。かわいい印とね、とい,いいね。こうめちゃくちゃ可愛らしい、可愛らしくてちゃんとカ漢文味の印をくださったんですが、わごろんの かぶ、かぶは知ってるようで。あ、も、ま、う、あ、結構、ええー。なんか、あん、なんか、割とそのやっぱ、通好みの漫画ですね。私 <laughs> <laughs> コミックピュ、あれ、え、そう。その後、恋の門っていう漫画で、この人の。ちょっと有名なコミック。もう、ファミ通のあれも結構有名なんですけど、すごい恋、恋絵を描く人なんで。ええ。 一目見たら、忘れられないものです。あ、え、絵柄が濃いんだ。そう、絵柄がね、あのやっぱ、ジェントルの中村先生と結構。いや、ばマジかよ。え、じゃあ、ゆるふわじゃない。ゆるふわ。さらになんか、そのシルエール系とか、なんかすごい、その濃い絵で、めちゃめちゃなものを描く人で。面白い。そ、その、その絵のタッチで。絵のタッチで、日常ゆるふわコメディは無理。あと、家全焼してる時点でもう無理だね。結構、ね。そう。 やばいなでもこんなおすすめしてくれてありがたいですすごいちょっと興味あるんで見たいと思います、うん、結構なんかばらけて面白いですうんえっ、ー、とねあの「<laughs> ゆばんちゃん」とかが「v r シャットの恋愛系の漫画は結構強いああ v r チャットの恋愛系の漫画とかあ同人であなんか出してた人いたような気がするなああ<ー>んか見た<あ>見たぞなんかええー、でクーが「えー、ぜひ脱法パンチライン本を」<laughs> やっぱラジオ本作っちゃう。<laughs> <laughs> まだはそんな回も稼いでないのに、これ本にされたら何を本にすればいいのか。これでねあの以上でメール、メール以上になります。皆さんありがとうございます。でね、あのちょっとごめんなさい。どこだえーとこの番組では毎週お題に沿ったメールを募集しております。来週は酒を飲んで何々した話、酒を飲んで丸〇した話を募集します。 酒を飲んで失敗した話でもいいし酒を飲んで面白かった話とかでも全然いいので、えーね、まあでも多分大体失敗かな酒 <laughs> を飲んでね表現変した話でもいいんだけどそれは怖いんだよね <laughs> <laughs> あのすいません笑いと失敗してください。<laughs> 怖い、うん、怖い、俺らも心に来ちゃうんで。<laughs> でね、先ほどの丸々した話を募集しますのでよろしくお願いします。<laughs> 激励さんも、あ、ごちそう、ごちそう,う、激救急んじゃないけどね。ごめんじゃない、書い, <laughs> い,いた方がいいところだった <laughs> え。番組終了後、公式ツイッター e r の限定通にリップをぶら下げますのでよろしくお願いします。<laughs> 以上、お便りコーナーでした。<laughs> はい、えー、DJ 川木のフリースタイルの道。 はいえー、目指し C3 サイファーにラップで参戦ということで<い>ラップ未経験の d j k a が毎週出されるお題にラップで挑戦していくコーナーですえ<い>教えてくれるのは今週は、はい、この人ええー、おいだおいたおいたパネルを直しながらおいだおいた <laughs> おた。確か先週ってか前回、はい、これ前回が激励さん が来たい前回、うん、そう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 そそそうそうそうもうも 2, 2週間経っちゃうとそうちょっとね記憶薄れてきちゃうんですけどそう前回は4月の末で激励さんが来てくれた時に激励さんと一緒に交えてやってもらったという感じでいやーなかなか強烈でしたねかばやんどうですかあれから何か事故って電話 弱いやばい。<laughs> <laughs> やえいな。仕事だったからね。<laughs> <え> <laughs> 仕事の最中で頭でフリースタイルができましたか。<laughs> そうですね。やっぱそういうのできると強いんだろうなと思いました、ね。<laughs> 自分は<の>。悪くなんかあの、い、うん、で悩みすぎてたんで、ちょっとっちゃんと。うん、<laughs> なんか普通に楽しくやってくる、かないとなあと思いましたね。<laughs> <laughs> いや、でもやっぱ今踏みたいんだよね。そう難しいけど、踏みたいってなちゃうんで。あ、そう、わかる。そこが難しいわと。うん。 でね今週をね教えていくのはね教えていくというかねあれなんですよね今週とりあえずまたね、うん、フリースタイルやっていくんですけどとりあえずカかばやんは言葉に詰まっちゃうことが多いのでそうなんですよねとにかく言葉をねだ出すっていう練習をね、うん、やっていった方がいいかなと思うんでこ今週はね言葉を出すことに重点を置いていきましょう、はい、それで印が踏めたら踏むっていうのが多分定石やと思うんで印、うん、をねあのこの印で踏もうって固めていっちゃうとその次の言葉って続かなくなっちゃうんですよ、うん そうなんですよねね例えば、ね、何かで、ね、先のね抱っこじゃあだっこを抱っこするみたいなね印を踏んだ後に次のやつで何しようかなと思ったら、うん、もうなんか抱っこ抱っこでも抱っこされたくないのはマッポみたいなそんななりたくない手先みたいな <laughs> <laughs> そんな感じでねちょっと続けていくんやけど一気、うん、に可愛くないいんだったりするから <laughs> <laughs> もう今も言うんかなマッポってマッポの手先とかどうなんだろうね 逆に結構踏みやすい言葉だからなんかみやな言ったりすんの。でもなかなか言ってる人聞かないよね。久々に言うとあマポなんてガキの頃以来。え何の音楽もアマポの手先ってスケバンデカだから。あそうかえあそうかあれあれあれスケバンデカあそうなんですね。スケバンデカやったんやあれ。すごい声響いてる気がするなんか。え大丈夫かななんか家族の声がすごい入ってきてる気がする。えそうえおうちうちのうちの あああ大丈夫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 ちょっと一回ビート流しながし喋った方がいいか俺めっちの家族一人暮らしだからなんかあの家族の声が入ってきて怖い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 俺俺その時はあのあだから何も言わないから相手相手何も相手何もやって終わった後にカバヤン誰かおったっていうカバヤンねカバヤン家にいるの間からあのぐるぐる回るあのバイクの手段だから まイね。怖バイクの例し、ね、<laughs> クのとしたらめちゃめちゃうるさい, <laughs> いめっちゃんとし普通のレイヤーの方が弱さかったら寝られへんマジでじゃあね、えー、どんどん頑張れ大丈夫心心頑張れとちょっと飲み物一旦ます <laughs> ちょっとでもお茶飲みます <laughs> ちょっとね最初の方はまた,またバイク来てあ本当のあ本当の <laughs> え、そう、今日水曜だよね。<laughs> <laughs> この番組、めっちゃバイクマニアに変わらん、バイクマニアって,て。<laughs> すごいないい、ねあ。マジで回ってんじゃん、そういうコースができたんじゃん。走り屋の。多分、ね、昔からある程度いるのは知ってて。うん,うん。え、でもね、やっぱさい。 昔結構週末とかによく聞こえてたんですけど最近やっぱねそのペースがおかしい気がするんでんめっちゃこれでサイファイした時にまンまンまンバ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 ンってかばいのインキ君方めちゃめちゃ面白い,めっちゃ面白いなマジですごいお重そう SE <laughs> <laughs> レベルって抱えてる <laughs> そう,そう今ね多分バイクの音が聞きたい人がすごいちょうどよかったなと思いますが、<laughs> うん、そんな人おる？<laughs> ちょうど今バイクを聞きたいなんてマニアックです。うん、やべバイクの音は。<laughs> いやでもなんかねあの友達とからの雷の音が鳴るとねとにかくサンプル毎回録音するって人がいて。あすごいねいいね。サンプルに使えるから。サンプルまで、ね。<laughs> よしゅしよしよしよしなじゃあ構いませんよ。はい。出るかな。とりあえず言葉をねだす練習をやっていきましょう。はい 簡単な俺が全部さっき歌うかな <laughs> じゃあいきますあっという間助かるけさっきビート聞きましょうか今日のビートはこれを選びましたこれオリジナルビートで置かれてるんですよかっこいいですねうん結構え何年前からからやってはるかな 結構有名なとこで結構サイファーでも使われてる、うん、こんな感じでね今の緑力で交代ということでこれじゃちょっとやっていきましょうか、うん、いいですかいや懐かしい <laughs> まあまあフリースタイルなんでね別にねあの正解なんてないんで、ね、自分の自分のペースでこ <laughs> う突っかえたらね目の前にあるものをね言いたいんですよ <laughs>、うん <laughs> ちょ幸いここら辺じゃねなんかいろんなもんもあるから。<laughs> じゃあ、俺か,俺からい、ね、きますね。 Yeah, 始める始める一歩言いながらも俺はよ、まあ、どっかの尻尾出すわけではないがよこんなふうに適当なやりながらどう踏んだあとでもう全然意味ない言葉ばかり言ってるこれが大人って言いながら俺はなんでだろうなよ他に言いたいことあったのに自分がミスった <laughs> <あ> <laughs> 先週休みで流した時間久しぶりに行った渋谷 人多すすぎぎてや,すぎや初めて行ったレコードやめっちゃ楽しくていろいろ買った。はい 買ったレコード <laughs> 今日もレコードいい <laughs> あ、すいませんいや、yeah, ったレコード俺たちもそうだなやハッタリはこうと決めたらいろんな言葉つなげてくぞどたちって言いながらも俺はこのお友達目の前にしながらお友達ながら俺はピートの上に立ちながら遊ぶだけ言いいだち いや昨日作った漬け丼めっちゃうまかったことの始まりき昨日の朝に友達を買って釣りに行った釣りでかれ、ね、作 <laughs> りで作ったさあしちゃダメな Yeah, 何を釣りに行ったのかその辺の話が聞きたいなカバヤって言いながら俺は浜屋みたいな感じで俺はバカヤって言われるぐらいの頭の回転が鈍いというか俺多分二日酔いになりかけみたいなもんだぜご飯にかけるふりかけ食べてリフレッシュリフレッシュいや昨日の飲みは本当に楽しかった。 VR のみは本当に最高ゴエンちゃんとのしゃべりマジ楽しかったゴエンちゃんのと俺の食い物の趣味がめっちゃ合うゴエンちゃん九州なんで何 <laughs> でも刺身がうますぎる、えー、あーあ難しいな、うん、でも全然全然前回を喋ってるよそうですねやっぱしゃべることがあったりねなんかすると前回ちょっと良かったな <laughs> 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 でも 3, 人3人いると盛り上がるんだなってすごい前回それそそ、ね、そうそうそう3人いるとね声もね増えるしああ考える時間とかも増えるしそうそうそう,<も>そう考える時間がねちょっと空くんですよそれでだいぶいいんですよ漬け丼いいな漬 <laughs> け丼はね,ちょっとねいろいろありすぎたんで、ね、いやー昨日の朝になんかねその仕事で釣りに行ったなんかその会社の付き合いで釣りに行った人がうん、うん、会社での付き合いで行ったんだけどやっぱ普通に釣ってきてて。 で漬けの作ったらめっちゃうまかったっての見てめっちゃ食いたくなって昨日のそう昨日買いに行ったんですよ昨日買ってでもいろいろ忙しくて夜にまあとりあえず漬けて漬を送ったっていう <laughs> 結局あれ,はあれはもう深夜最中で食わずにちゃんと朝に食べた朝朝に食べたああ我慢したな <laughs> <laughs> あそうそう昨日だから喋りながら漬け丼を作ってて <laughs> <laughs> じゃあね、じゃあちょっとね、かばんちょっといい感じにね、いやなんだ、ね、エンジンかかっているうちに、鉄を汗うち,ちに打てと言うんで <laughs>、えー。なんかないかな、<laughs> おっとないけど。<laughs> じゃあまた俺からね、いきます。えい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 。えいえい <laughs> 俺からの順番だぜこれからいろんなから破りながら誰かのから塗りたくるぜこんなまだかななんて言い忘れないやで俺はまたなしみたいなもんだぜハンパない LINE をこのまま目の前に突きつけるわけないぜとか俺ひてバカだなとか言いながらもこのままも前に前にパス昨日めっちゃしたのは食い物の話 <laughs> スパ肉鶏肉刺身 何でも刺身にすると九州は本当にうまいって聞いた宮崎辺りはマジ最高 <laughs> 今行き一番行きたいのはケイさんと九州。 2人で行きたい九州俺は行きたい特に宮崎そんなもんだでしないぜ苛立ち今だにいろんな頭の中空っぽにしながら喋るけど宮崎福岡もう行きたいな福岡福岡福岡はわかんねえが俺たちには幸ある間違いないぜこの番組やたら押してる九州あ九州のやつらから何でも九州 <laughs> 九州メンツアーやばいけど面白い人揃ってる<い>やばいやつほど面白いそれが多分九州の土地柄い, <laughs> い,、えー、いやあなんか2回目もできましたね いいじゃないですか。かかこの番組やたら九州の話してない。<laughs> <laughs> いや九州に対するね知識の多少あるしメンツも司令も多いから情報入ってくるし。そうなんですね。多分二人とも行きたいんでね東京大阪で。<laughs> そう。九州はねご飯とお風呂がすごいんですよ。<laughs> 北海道は行ったことはないない,ないないない,、まあ、いな,いないんだよね逆に。俺は逆に九州はない,い、うん、九州は結構俺は行ってるから。 あの行ってるしお俺の血は半分鹿児島の方なんで鹿児島地ああそか,そ,かそう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 、うん、なんでまあ半分故郷みたいなもんだね鹿児島の方行くとただ北海道の方は縁もゆかりもないからマジで行ったことなくて<笑><笑>え北海道の話もしたっけ <laughs> いやしてないか北海道中で、ね、そのご縁玉城くんっていうあの九州の子がいてめちゃめちゃ食べ物の話になって彼がもうめっちゃ食うしそのやっぱ九州の ういっすよって話で。ううん,うん、うん、よく言われたら大体刺身はうまいんだよな九州の <laughs> <laughs> まあ、ね、確かにね馬刺しね馬刺し最高馬刺しすごい好きなんだよ。馬刺しって基本的にやっぱ九州料理で出ますからねなんかどどこ長野だっけどこだどっかでまた馬刺し食べたら多分他のところもあるけどあるけどそうそうやっぱイメージ的には俺熊本の辺りかなっていうそ、うん、なんですよねサービ,スービスエリア行ったらあれだもんねサービスエリアのあのお土産コーナーの半分ぐらい馬刺しですもんね。うん、馬関係 そそそうそう,そうめちゃくちゃ押し、えー、てるやん。やよええー。馬何とやられてんねん、これと思う <laughs> い。そんな悲しいことはね。<laughs> <laughs> まあね、2回やったけど、そうだね、ちょっとダミオリでもう回やっとくか。えー、待 <laughs> って。なんか考えろ、なんかはすことあるから、ね。いや、かばん,んの自主トレがね、ここでしか多分ねぶんね、ほとんどやる暇がないと思うんでね。<laughs> <laughs> いや食べ物の話とかでもいいし俺がちょっと話題振ったりもするんでかばんはい、それについてねえとね8小節4本だからえっ、ー、と1回 1> そのさっきっさっきさっきみたいにえー、と2本ずつ、うん、俺が二回そっち2回でやって節2本でいこうかえマジで <laughs> さっきと一緒で 2, 2回やる <laughs> そうこれはただ殺し合いじゃないぜ。俺たちをお,お互いに褒め合いしながらもこんな愛の手入れつつも適当な言葉ありながらもう出てきたパサシの話みたいなもんだてそんなの私は俺はこんな橋渡しで言葉に次渡すぜ。パスパスパスいやー今週本当に何もこれ以上は何も出てこない。 ずっと暮らしてたリモート勤務続く夜勤の変わらない生活。はいな 下手に仕事の愚痴とかをめっちゃ言っちゃいそうで困るケイさんにはだいぶ話してるけど本当ありがとうそう愚痴は仕方ないぜ窓、ま、で「よあなたの愚痴聞くよそして俺はモノマネし愚痴言うぞ」みたいなことなかなかなれないが「よ心のオアシスになれたらいいな」という感じで耳傾ける「よ俺たちはあなた向けの言葉俺出せない話題なら食べ物ばかり」 食べ物のケイさん昨日食べ物の話なんかしてたっけ、うんあ K さ, K さんがめっちゃ作ってた混ぜそば <laughs> さっき見てきたローソンの一元一元ってよかったっけ、うん、yeah, yeah. なんか有名なやつなのかと思ったらただのカップ焼きするカップ混ぜそばでちょっとがっかりしてる <laughs> そうそうそうただのカップ混ぜそばと侮ることなかれ多分あれめちゃめちゃうまいというか他のレビューすら見てきたけどみんなべちゃぼめしてたってそんな感じあれマジうまい yeah, それだけは俺おすすめしとくぜ他の混ぜそば バトちょっとエンジョートや,やアックスカンダアクスカンダでもこれでもウカンダれるカンダクあ、そうだう <laughs> 俺そう一年そうカップマスそーはだから別にいいかなって俺しかもエビが結構苦手で <laughs> 俺<に>じゃ,だじゃないかなと思ったんだけどケイ <laughs> さんが食ったし実はさっき買ってきたんだったってえこれから食べるんでよろしく。 一元みんなの食べをチェックしといて。うん、えー。ほんと忘れてた<か> <laughs> 買ってきてたんかい。いや、俺結構エビエエビエビ苦手なんですよ。だからね、なんだ一元ってこれかよと思って。昨日もケイさんがエビとか言ってたんで、もう俺は買わないかなと思ったら、あ、これかと思って。な,なんで買ったなんで買ったのロードってさ、なんか、ケイさんも巻いって言ってたんだから、か悪いじゃんと思って。<laughs> あれ エビの風味、エビの風味が嫌いもしかねでもいやでもたぶ多分ぶんなんかね子供の時にね結構あのエビ風味エビシューマイが俺ダメなんだそうそう思い出したそう<へー> <laughs> あれだけがあれが逆にダメで他は結構いけてる気がしてきたなエビフライも好きだし刺身のエビも好きだしあじゃあじゃあ全然じゃあいけるんだけど、ね、逆にエビシューマイ何があった エビシューマイがすごいまずくて、多分そのまずいだしようかな。あ、店だな。生臭い匂いがめっちゃダイレクトに来て、ああ、店店も絶対それあれがね、すごい苦手で、それちょっとエビが苦手になっちゃったんだよね。いや多分波以上のもん、ネビシューマイやったらもう全然構え大丈夫だと。よほどやわ、ね。よほどこれから一元で。もしくしエビ以外何か入ってたか。エビシューマイとごまかして何かが入ってたかもしれない。 まあ、こんな感じで、ね、ああフリースタイルちょっと今日はあのやらせていただきましたけど来週もね新しいお題とか用意しますのでお楽しみにはいえー、っとい台本が消えてしまった <laughs> <laughs> はい以上はい DJ 河木のフリースタイルの道でしたあれこれ見 はいそろそろお別れの時間が近づいてきましたエンディングですいやーあもう今日ちょっと開始遅れたってのもありますけどそうだね開始2分遅れたせいだねんこんな詰めちゃったな仕方ないな <laughs> <laughs> まあ一週間ぶりってのもありますからね <laughs> いやでもねそう逆に俺らそうなんかもう長く喋ることは無限に喋れるからこそ <laughs> ちょっともう短くしたいなんかそのきっちり収めたいっても言ってるんですよね言ってるんだけどねあの話すの楽しいね そうわしふざけて長くしてるわけじゃないんですよ、わし絶毎回こうなっちゃった。もう、もうあれだよ、あの昨日るいのみの開いてくれたるいちゃんなんて、あれだよ、うちらのこと、2時間番組って言ってたよ。<laughs> そうそうそう、みんな2時間番組だと思ってるし、<laughs> もう本当、申し訳ないです。1>, 1時間ですからね、1時間番組書く予定ですから。 ほんとね今月の目標は 1, 1時間で終わったらなんかもう1時間で終わったら褒めてってなんかその言い方がおかしいもんないやもしこの番組本当に我々で完璧にやってリスナカムも手紙完璧に読んでキレ麗な流れでドンと言ってマジで1時間で終わったら俺カバァレンともうリアル飲みに行くよ速攻よ翌日も打ち上げよ <laughs> 1時間で終わった気 <laughs> ねえでもねあっという間の時間でもあってもないで本当ね,ほんとね 結構いらそうううういいそそそだなな<う>そうそうあっという間なんですよねいや今回はでも話すこといっぱいあったしあ,の 1, 週間あ 1>, 1週間抜けちゃったからそうそうそうあとやっぱあのお,お便りコーナー一つにしたのはやっぱりねそうあのお便りコーナー読んでくのもいいけどやっぱ俺自分たちの話ができなくなっちゃうのは <laughs> ち,ちょっとなんかおかしくないかってことに <laughs> 気づきだしたんでお,お,お互いお互いにねだいぶ拾えちゃったっていうのがねちょっとまずかったやっぱ漫画は拾えちゃうね <laughs> まあ、とりあえずねこの調子で今月また なるべくまあちょっといろいろやり方を考えつつ、うん、なんとかやっていきたいですよね,すねちょっと目指す1時間で一応んか今週音と忘れてることとかなんかありますかね、うん、いや別に特に何も宣伝的にはいないの宣伝は何かあります、まあ、そうっす僕も特に今はイベント予定みたいなないんで、うん、ケイさんもあケイさんの曲とかもなんかいろいろ出たり出なかったりだけど今 ああそうですれ、ね、ば、まあ、言っても紹介しというかまあよろしくねっていうのはあのね眠いですねアーソルソルが来られちゃたぞおいの眠いを聞いてくれればみんなあの寝不足に対してあの依頼だ依頼だしてたこやつをあの踊りに発散できるかなと思うんで眠いをぜひ聞いてください <laughs> 眠い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 。<laughs> あ、俺まだ聞いてねえよ <laughs> <laughs> あれすごいね元気に作ったね普段眠かったから本当にしていただきますよあれ作ってからちょっと眠気晴れた <laughs> <laughs> いい感じ <laughs> 結構だからこの後イベントあるけどまあ我々結構お客で行く感じですよねもうそうねうからちょっと休憩というかもうプライベートな空間で。<laughs> してもらうなかまあまあちょっとまたしたらいろいろやるかもしれないですけどとりあえずしばらくは <laughs> うん今月の、ね、告知はもう世界音おまつりで十分ですって <laughs> 夏はもうまだね今月末ぐらいにちょっと大きめのやつがあるんで、うん、そのその時はまあ近づいてきたらその告知を<い>告知というかいこんなんありますよっていうのをニュース的なもんでお知らせするかもしれないんでその時またお楽しみにしておいてください,いじゃあね今週はここまでいはいご視聴ありがとうございました お,っえー、お送りしたのはししたたなんだ <laughs> 当てお送りしたのははのラッパのお店で。おかしいな、これな。お送りしたのは自分で言ってのおかしいよ、これ。今えすげえ、もう何回、8回はやってきて今気づいた。間違えるおお送りしたの <laughs> すいはい。お疲ま,また来週。